ライブ、次回ライブ、実は、11月11日ポキの日、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 はい、その日に、ですね、我々久しぶりに大阪の方に行きます。大阪、あれは南堀ですか、ビジョンというところで、なんかフランス人のオールフローさんという人と会話になるんですけれども、またこのオールフローさんがなんと、108にも来てくれます。やったー、フランスからやってくるよーい。はい、ということで、フランスから、11月24日こちら、これもちょっとだけ、我々フーパープーパールーパー、出演します。場所は108で、フランスからオールフローさんが出てきます。そうですね、まあフランスのね、美味しいパンとチーズと、あれはパン、チーズ、ワイン、もうこの3ユーロセットがあったら生きていける。うん、本当に本当に間違いない。まあそんな感じで、クールジャパンを目指していこうかなと考えております。プーパー、プーパー、プーパー、俳句
なこと第2弾忘れてたよ、マユさん。大事だね。大事だね。夏ね。夏。何をしていたかというと。はい、聞いてみよう。マユちゃん聞いてみよう。あ、どうも、私たちフーパープーパールーパーはですね、この夏なんと自分たちの初音源をレコーディングしてまして、はい、で、その音源がね、ミックスも全部終わって、そうなんです、12月9日1、2、9の日、何もないね。何もないけど、確かに確かに惜しいな、確かにもならん。に、難しい、はい、こちら1083で、はい、はい、また、また。はい、129の日108で、はい、その夏に撮った音源をリリースということで、リリースライブを。当てろ。鶏ラーメンの美味しい暗黒さんが、なんとなんと129日に出店したぞ。やったー、ありがとう、ありがとう、暗黒大好き、 DIY 大好き、大好きです、ありがとうございます、後で食べに行きます、ありがとうございます。はい、ということで、はい、まあそんな感じで、レコー初ライブが12月、11月は大阪で、そこにある物販で、我々はだいたい駐車場代やガソリン代を出しているということで、大事だな、はい、大事ですよ、大事ですよ。はい、どうぞどうぞ、あの8ビット T シャツ、1500円、どうぞの、GU よりも、値段高いかもしれませんけれども、いい生地使ってやってます。はい、みんなの手作業でね、日本の職人のシルクスクリーンのなせる技で行っておりますので、どうぞ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 、お手に取ってください。どうぞどうぞ、よろしくお願いします。さて、行きましょうか。時間は大丈夫な、時間はあるね。じゃあ、はい、すいません、あと2曲ばかりお付き合いさせて、付き合ってください。どうぞ、奥の方にカウンターありますんで、どうぞ飲み物を飲む、おつまみを食べる、みんなと談笑をする、はい、どうぞご自由に、どうぞ。ウーパー結構自由です、我々も結構自由なんで。それではじゃあ先に行っとこうか、今日のやっとく、今日のやらない、今日はいいと思う。はい、猫ちゃんです、秋ですね、秋ですね、オーテル&キャット。
172と書いてひと夏と読みます。よろしくお願いします。ちゃうやん。はい、ここまでいけたのになんでできない。はい、もうフーパーフーパールーパーです。ありがとうございました。ありがとうございました。なんでここでできへんの。少々お待ちください。少々お待ちください。あれ、あ、出てきた。ね、あ、これもう、じゃあ最後、どっから行こうかな。お金のない、お金ないので曲を作りました。ひと夏と言います。よろしくお願いします。
ましたけども。